昨日夜、札幌市清田区にある2階建ての住宅から火が出て、1人が死亡、もう1人が病院に運ばれました。昨日午後8時45分ごろ、札幌市清田区平岡四条3丁目の2階建ての住宅で、2階から煙が見えると近所の人から消防に通報がありました。警察と消防によりますと、火はおよそ4時間後に消し止められましたが、2階から高齢男性の遺体が発見されました。1階にいた40代の女性は病院に運ばれましたが、意識はあるということです。この家に住む無職の山田幹雄さん77歳と連絡が取れていないということで、警察と消防は遺体は山田さんとみて身元の確認を進めるとともに、火の出た原因を調べています。